好天が続くリレハンメル、オリンピックパークのジャンプ場です。2月のリレハンメルは天候が安定しておりますが、それにしましても1週間以上にわたって青空が広がるのは極めて珍しいことだそうです。ノルディック複合団体の前半のジャンプがこれから行われます。複合団体後半クロスカントリーは明日です。1人10キロずつのリレー、30キロのリレーが行われて金メダルが決まります。まずは前半のジャンプです。風はほとんどありません。リスゴースバッケネに設けられましたジャンプ場です。日本の一番手は阿部です。日本は阿部、河野、そして荻原という順番で飛びます。さあ阿部飛び出しはどうか。持ってきた、来ましたね。90メートルラインを超えた、はい、90メートルラインを超えてきました。阿部最高のジャンプしましたね。95メートルには達しておりませんが、 K 点越え阿部。まず日本選手最初のジャンプとすれば申し分のないジャンプを見せました、はい、92メートル。テイクオフが非常にいいです、はい、力強くですね、空中もいいですよ、はい、日本2位に上がってきました。まず1回目第1グループ終わったところで日本2位です。いいテレマークでした、はい、ああ笑顔ですね、とにかく阿部は個人戦では80メートル台でしたけれども、初めて K 点越えのジャンプを見せました。第1グループが終わっての順位です。ノルウェー、日本、スイス、フィンランド、ドイツ、チェコの順番です。相変わらずの青空が広がりますリレハンメル。さて1回目素晴らしいジャンプを見せました日本ですが、2回目のジャンプも1回目と同じように3つのグループに分けて全く同じ順番で同じ選手が滑り降ります。日本の阿部のジャンプを待ちます。1回目のジャンプ実に見事なジャンプでした。92メートルと飛んだ阿部、2回目はどうでしょうか。さあ落ち着いて飛んでほしいですね、3回目のオリンピックになります阿部。いいですよ。あーと90メートルライン手前か、あるいは90メートルに達しているか。 K 点付近に雪煙が上がりました。随分後半粘って持ってきました。飛び出しがですね、はい、飛び出しの方向が前方に非常にいいです。空中もいいですね。阿部のジャンプの特徴としてはこの比較的低いそのアーチを描いてくるんですが、はい、88メーター50まで持ってきまして、はい、あ、よかったという、いい顔してますよ、よかった、責任を果たしたというね、はいはい、阿部の笑顔です。28歳ベテランになりました。素晴らしいジャンプが続きました。日本チームトップに立ちました。日本まず今日前半の団体ジャンプ終わりましてトップに立ちまして、問題は第2位のノルウェーとのタイム差ということになりますが、とにかく素晴らしい笑顔があります3人の姿です。はい、今日のジャンプですが、3人ともですね、自分の持っている力を本当に出しましたね、目標にしていた5分余りの差を第2位につけることができました。初日のジャンプ、日本明日のクロスカントリーの滑りが楽しみです。さあ日本の河野がまもなくスタートしていきます。昨日のジャンプの成績によりましてスタート順が決められております。そしてタイム差もジャンプの1点が5秒で換算されてスタートしていきます。グンダーセン方式と呼んでいます。複合独特のスタートの仕方です。日本の第一走者河野、先日の個人戦の滑りは見事でした。さあ河野スタートしました。大歓声が沸き起こります。さあ河野がまもなく阿部につなぎます。一部に触ればリレー完了です。さあ阿部につなぎました。第2走者阿部が出ていきました。27分55秒台でつないでいきました。阿部がスタートを切っていきました。第2走者、先日の個人戦では総合順位ジャンプで14位だったところを10位まで上げてきました。前を滑っていったフランスギョームなんですが、このギョームもクロスカントリーが非常に強い選手ですので、阿部にとりましてはいい目標ができたようにも思いますね。阿部君のスキー滑ってますね。あ、これはその下りで差をつけられないということになりましょうか、ね、そうですね、下りですね、余裕を持って前の選手についてますんでね、はい、
かなり気持ち的には楽になってますね、今日は自信を持っての滑りになります。昨日のジャンプではヘルメットにお子さんの大輔くんの写真を入れて飛びました。スキーの板にはそのお子さんの名前も書き込んでありました。その阿部が5キロのチェックポイントです。通過しました。41分33秒9です。さあ、まもなく荻原にタッチします。荻原にタッチされました。アンカーの荻原行きました。55分44秒3。いやー、本当にこの穏やかな表情、阿部、まあ、とにかくですね、満足と、はい、いった気持ちがありましょうね。重責をですね、果たしましたよね、昨日のジャンプにしましても、大変なもんですよ。そうですね、まず昨日阿部が初っ端に92メートルを飛びました。はい、これが大きかったですもんね。そうですね、その後もやはり河野君と荻原君がですね、そうですね、まあ、楽に飛ばしてもらったんじゃないでしょうかね、はい、もう早くも日本の荻原が日の丸を手にしました。そしてこれを背中に刺そうとしております。全くあのアルベールビルの時を思い出させます。荻原が見えてきました。やりましたね、やりましたね。去年の世界選手権でも金メダルを取りました団体の日本、また一つ旗を持ちました。日の丸の数が増えました。背中に一つ、手に一つ。その荻原、ゴールまで残り 100m、 金メダルに向かって一歩一歩滑ります。荻原、日の丸をかざします。残り 50m、まもなくゴールに向かいます。荻原、今荻原金メダルのゴールイン、やりましたね。日本複合団体やりました、金メダル、おめでとうですね。複合団体で日本はオリンピック2連勝、そしてこのリレハンメルオリンピックで初めての金メダルを手にしました。日の丸が振られます。一番喜んでいるのはこの人、阿部です。この阿部の第2走者としての滑りは見事でしたね。はい、もう最高ですね。美しい練習に真剣に真面目に取り組みました。そして試合には楽しく明るく臨みたい、そんなこの日本の複合人、その複合人の練習の成果が実りました。